これはプラマークがついてるからプラスチック製容器包装ゴミに入れて、これは紙マークがついてるから紙布の日に出すと。あれ、ちょっと食べ物の汚れついちゃってるな。まあこれぐらい少しだし大丈夫かな。まあいいか。ストップ。あ、ゴミ収集のお兄さん、先日はどうもありがとうございました。教えてもらったゴミ減量方法を毎日ちゃんとやってますよ。それは良かったです。じゃないんですよ、今さっき汚れている包装ゴミをそのままリサイクルに出そうとしていましたね。ああ、見てました。いやちょっとだけやったし大丈夫かなって思って。大丈夫じゃないんです。実は皆さんが出した後のリサイクル資源はこの後大変なことになるんです。え、どんなことになるんですか？それでは一緒に確かめに行きましょう。さあ、着きました。ここはどこですか？ここは国崎クリーンセンターといって川西市だけでなく、お隣の稲川町、大阪府豊野町、野瀬町の合計1市3町が協力して作った稲川上流広域ごみ処理施設組合が運営しているごみ処理施設です。今日はここでゴミがどうやって処理をされているのかご案内しましょう。では行きましょう。ここは焼却棟のプラットフォームです。ゴミ収集車が収集した町中のゴミのうち燃やすゴミはここ焼却棟のプラットフォーム、リサイクルできる資源ごみはリサイクル棟のプラットフォームへ運び込みます。さらにリサイクル棟はゴミの種類ごとに扉も決まっているんですよ。へえ、広いですね。川西市だけでなく合計1市3町がやってくるので大忙しなんですよ。町のゴミを集めた後はこんな風に運び込まれてくるんですね。大変ですね。ここは焼却棟のプラットフォームに運ばれた燃やすゴミとリサイクルができないプラスチック製品などが運ばれるゴミピットです。上からぶら下がっているゴミクレーンを操作してゴミを掴んで焼却炉に運びます。いつもはコンピューターで自動運転していますが、人の手でも操作できるんですよ。クレーン操作にはもう一つ重要な役割があります。それはゴミをかき混ぜて攪拌すること。そうすることでゴミの水分量を均一にし燃えやすくしているんです。生ゴミは水分が多く燃えにくいので、皆さんがお茶パックや三角コーナーの生ゴミをギュッと一絞りして水を切ってから出していただくだけでゴミの重さをぐっと減らすことができるんです。あ、この前教えてもらった方法ですよね。生ゴミをギュッと絞って減量を、ちゃんと覚えてますよ。さすが。実はこういうふうに皆さんのちょっとした努力がゴミを減らすことにつながっているんですね。続いてはこちら、焼却炉でゴミを燃やすときに発生する排ガスもここにある排ガス処理施設でダイオキシンなどの有害物質や塵やホコリを取り除いているから環境にも優しいんです。ゴミを処理して環境を汚してしまったら残念ですもんね。大切なことですよね。こっちのタービン発電機室はゴミを燃やすときに出る熱を利用して電気を作っています。ただゴミを燃やすだけではなく、その熱が電気に変わる、これも循環型社会の一つですね。無駄がないっていいですね。次は手選別室です。ここはリサイクル棟のプラットフォームで、リサイクルの扉から入ってきた資源ゴミが流れてくる場所なんです。本当だ、ペットボトルやアルミ缶、それにプラスチックもありますね。さっき私が言った大変なこととはここで行われることなんです。ここでは
皆さんが出したリサイクルできる資源ごみが集まるんですが、資源ごみは汚れがあるとリサイクルできません。残念ながら皆さんが出した資源ごみが必ずしもきれいな状態であるとは限りません。だからここで職員が一つずつ手作業で汚れていないか確認して分別しているんです。さらに間違ってリサイクルできないごみを資源ごみとして出していることもあるので、そういうごみもすべてここで取り除いていきます。ここにあるごみ全部手作業で分別するんですか？てっきりそんな機械があって全部自動でやってくれるんだと思ってました。こんなにたくさんのごみを手作業で分別するのは大変ですね。ええ、もちろんとても大変な作業なんです。だから汚れを落としてきちんと分別して出すことが大切なんです。なるほど。私たちがきれいに汚れを落として分別すれば作業の手間を減らすことができますね。そうです。作業の手間を減らすことができれば、その分皆さんからいただいた税金を節約することができるんです。経済的。お金が関わってると思ったら断然やる気が出てきたわ。もう一つとても大切なことが、皆さんがゴミと思っているかもしれないプラスチック製容器包装やペットボトル、缶、瓶などは全て資源なので、きれいに分別して出すことで新しい製品に生まれ変わることができるんです。限りある資源、使い終わったら捨てるのではなく有効活用しないといけませんよね。最近再生プラスチックで作られた服の話をテレビで聞いたことがあるんですけど、こんな過程を経て新しい製品に生まれ変わっていくんですね。ここはリサイクル機械室。燃やさないゴミや大型ゴミを砕いてアルミや鉄などリサイクルできる金属を取り出します。アルミや鉄を砕くなんてとてもすごい機械ですね。建築資材やアルミ缶などのように皆さん馴染みのものに生まれ変わっているんですよ。最後はここゴミピットです。あれ、ゴミピットってさっきも通ったような。その通り。さっきは燃やすゴミのゴミピットでしたが、ここはリサイクル棟の燃やさないゴミのゴミピットなんです。一つ前のリサイクル機械室で細かくしたゴミからまだ使える鉄などの金属類を磁石で取り出して、燃やさないゴミに含まれていた燃やすゴミはさっきの燃やすゴミのゴミピットに運ばれます。私たちが分別していてもさらにここで燃やさないゴミを細かく分別しているんですね。想像していたよりも多くの手間がかかっていてびっくりしました。そうですね。そしてここは金属の資源ゴミを一時的に貯めておく場所でもあるんです。まだこれから使い道のある資源ゴミは新しく生まれ変わるのを待っているんですよ。さっきの手選別室と同じようなことをしているんですね。手選別室ではプラスチックやペットボトルにアルミ缶、ここでは金属類、たくさんの資源が生まれ変わっていくんですね。そうなんです。それをなんていうか知っていますか？もちろんリサイクル、リサイクルでしょ。正解。ではリデュースは知っていますか？リデュース、なんだろう。リデュースとは英語で減らすという意味があります。ゴミそのものを減らす、ゴミになるものを買わない、必要以上にものを買わない、ものを大切に使うという、ゴミを出さないという基本的なことを言います。ものを大切に使えば捨てるものが減るので、ゴミも減っていきます。例えば安い使い捨てのものを買うより、少々値段が高くても長く使えるものを買う方がゴミが減りますよね。そういう毎日のちょっとした行動や選択がゴミを減らすことにつながるのです。一人一人が意識してゴミを減らすことが大切なんですね。その通り。ではリユースは何でしょうか？
リユースショップって聞いたことがあるんですけど、詳しくは知らないかも。リユースとは、一度使ったものを繰り返し使ったり、洗剤の詰め替え用を買って容器を再利用したりすることです。リデュース、ゴミを減らす。リユース、再利用、リサイクル、資源の再生利用、この3つをまとめて 3R と呼びます。リデュース、リユース、リサイクルで 3R、 覚えやすいですね。今日はクリーンセンターの中を見学してどう思いましたか？私たちが分別したゴミも実はちゃんと分別できていなかったり、もしくはそれらをさらに細かく分別したりと、ゴミを処理するのに多くの時間と労力がかかっているんだなって分かりました。いい気づきですね。それじゃあ今日からどうしますか？はい、ゴミの分別をきちんとします。例えばさっきみたいに少しの汚れだし、まあいいかと安易に分別するのではなくって、きちんと汚れを落としたり、プラマークとか紙マークなどの識別表示マークをよく確認して分別するなど、私にもできることがたくさんあると思います。大正解。でも一つ大事なことがあって、今日は主にリサイクルについて説明しましたが、それ以前にゴミを減量することが一番大事なんです。そしてなぜゴミ減量がそんなに大事かというと、ゴミになる前の製品はもともと天然の資源を使って作られています。紙やプラスチック、ガラス、金属などは大切に使わなければ将来資源が足りなくなるかもしれませんし、資源を取り続けるというのは地球環境にも悪影響を及ぼします。これらを改善するためには、まず身近なところで一人一人がゴミを減量してリデュースやリユースをすること、そしてどうしても出るゴミも必ず分別してできるだけリサイクルに回せるようにすることが大事です。地球環境なんて大きなことはわからない、変えられないと思うかもしれないですが、ゴミ問題は一人一人が毎日出しているゴミの積み重ねの結果です。だから一人一人がゴミ減量、リデュース、リユース、リサイクルに取り組まないと解決しない話なんです。どうしても出てしまうゴミは汚れを落としてからきちんと分別して、分別がわからないときは市が発行しているゴミ分別冊子で確認したり、そこに記載されている問い合わせ先に確認してみてください。川西市では一人一日マイナス100グラムを合言葉にゴミ減量に取り組んでいるので、一緒に頑張りましょう。私たち一人一人が取り組めば世界を変えられる。なんだか急に責任感が湧いてきました。私自身はもちろん家族や友達にもこの話を伝えて、一人一日マイナス100グラムのゴミの減量を実践していきます。この動画をご覧の皆さんも今日から始めてみてくださいね。あなたが動けば世界は変わる。それではさようなら。さようなら。